お待たせいたしました。欅平駅発車いたします。さて皆さん、このダム湖はエメラルドグリーンに見えませんか？太陽の光が花崗岩でできた白い湖底に反射し、澄んだ水を通ってくる間に緑色の成分が残り、美しいエメラルドグリーンを見せてくれるんです。ただあまり暗すぎると海のような色になってしまうそうです。の近くへ差し掛かっています。ここで黒部峡谷の開発についてちょっと振り返ってみましょう。黒部の険しい谷と厳しい自然は長い間人を寄せ付けませんでした。大正時代、高峰常吉博士が黒部川の電源開発に着目し、日本電力株式会社により柳原発電所が建設され、その後川を遡り、厳しい自然との戦いの中、次々と発電所が作られていきました。例えば黒部川第三発電所建設の時は、摂氏160度を超す高熱の岩盤を取り除かなければなりませんでした。灼熱地獄の中、作業員に水を注ぎかけながら工事が続けられました。また世紀の大事業と言われた黒酔の建設には、当時の金額で513億円が投じられ、延べ1000万人もの人手と7年の歳月をかけて、昭和38年にようやく完成しました。その様子は吉村明の小説「高熱隧道」や石原裕次郎主演の映画「黒部の太陽」などで紹介されています。終点の宇奈月駅前には、黒部の電源開発の歴史を紹介した黒部川電気記念館があります。開館時間は朝7時30分から夕方6時まで、入場は無料です。黒部峡谷探索の締めくくりに、大自然に挑んだ人間の壮絶な戦いの足跡をたどってみられてはいかがでしょうか。
道の右側のドアが開きます。1号車、12号車、13号車はホームが届いておりません。足元にご注意ください。11号車、12号車、13号車はホームが届いておりません。足元にご注意ください。反対列車待ち合わせです。しばらくお待ちください。反対列車待ち合わせのためしばらくお待ちください。